この、フラットランド地方のアトラスダムにどうやって行くのかなと思ってたんですけど、この町から、東に行ったり行けるのかなと思ったら違って、なんかちゃんと道があるんですね。で、ここの分岐点を、東っていうか、感じで今ここについてますね。こっちは宝。多分敵とかも変わるんじゃないかな。まだここに入ってから、敵とエンカウントして、今しましたね。引きは多いですな。どうしよう。にしよう。とりあえずこれはこれに合うはずだから、あ、違うのか。行きましょう。ちょっと敵が強いな。どう動く？あれは混乱してるな。弓は効くじゃん。弓弱点なのか。あ、混乱してますね。使っちゃっていいのか、これ。こっちでいいかな。あ、倒した、倒した。私の出番だ。クーリック倒す。あ、倒せないか、まだ。結構敵が強いな。これでこっちかな。それでは。これ強いな、結構。行きましょう。次こっちへ攻撃してくる。これ倒せるか。あ、倒した、倒した。この、なんだ、木が結構硬いんだよな。さすがに倒したか。いい戦いだった。経験値結構高いんじゃない？HP 大丈夫。セーブポイントね。ノーブルコート。ん？またなんかあったっけ？ちょっとわからん。広いなぁ。なんかここにもマップありそうですね。結構広そうだな、これ。結構世界広そうですね。まあ、とりあえず下に行きましょう。下というか南というか。やむを得ません。なんか強そう。頑張ります。どうしようかな。いや、とりあえず活性で。弓に弱くて、混乱してるので、で、弓に弱い。でブレイク。行きましょう。どうしようかな。うちどれくらい入るか。狙い撃ち。ボスでもないけど使おうか。さすがレベルかな。
がニーナだけあって強い。多分レベルですよね、あれ。あ、宝あるな。いける？通れる？あ、こっちからか。アイテムいっぱいとかあるのかな？なんか、割とね、アイテムって、昔のゲームは所持数に限度があった、あるものが多いけど、最近のはなんか、無限に持てるイメージがあるんですよね。発生。私の出番だな。いや、使うまでもないか。技は。これで、はい。はい、結構硬いな。押した、押した。うん、あ、まりダメージ痛くない。はい。ブレイク。ブレイクする条件とかあるのかな？ある程度のダメージを与えたらっていう感じ。負けます。はい。どっちだ、こっち？こっちなんだ、じゃあ。あ、これ強いやつだ。ちょっとこれが強いので、粘着糸使おうか。足を止めさせてもらう。このアリみたいなのも強いんだよな。それでは。なんて名前だっけ？指切りアリ。指切り、指って、あの指？で、火星で、試しに斧使ってみるか。これに硬いな。行きましょう。まあ、回復ちょっとしときますか。早いかもしれないけど。なんかすごいドーンと音がした。あ、浄化できなかった。どう動く？行くぞ。あれ、今こっちか。こっち全力だ。はい、続くしてた。もう倒せないか。見えている。行きましょう。ちょっとこういう、こういうやつをなんとか倒したい。倒した。多分下のアリの方は、そうそう倒せると思うんだけどな。うん、倒した倒した。負けません。狙い撃つ。いや、いや、いや。それでは、いや、いや。こっちは、あ、こっちが進む方かな。あれ、ということ、動画外で行くか。左側は多分宝箱だと思うんですけど。で、セーブポイントがここにあって、宝があって、こっち左に行けば、ここ敵出るのか。立ち塞がるなら。ああ、またこうやつらか。かかってこい。
まあこれはこれで、なんか弱点っぽいけどなんかあんまり効いてる感じがしないな。敵の攻撃回数が多い気がする。30%60%0%。どうしようかな。せいせいせい。とりあえず見るか。あれは頑張ります。ちょっと回復だな。傷を癒してます。はい、行きましょう。いや、ここは、こう。よし。で、私の出番だな。あ、全部 100% か。じゃあこれ、どれがいいかな。攻撃した方がいいか、これ。あ、でもブースト溜まってないな。学で、どれ捉えても一緒だけど、これにするか。得意技突進。はい。頑張ります。はい。でもレベル操作上がるから技使っていいと思うんだよね。サミダレ。お、強い強い強い。多分これでレベルが上がるはず。よし。あ、これどうなんだ。多分ね、行かなくても、あ、いたいたいた。サイラスさんはどんな人だったっけ。30歳の人だっけ。や、城近くに大きな図書館が見えるだろ。歴史的書物がたくさんあるらしい。私は図書館には縁がないけどね、敬礼堂ね。本より牛の世話の方が大切だ。ね、牛飼ってるのかな。よ。ちょっと背中が痛い。はい、アトラスダム。学者が集まる学問都市。サイラさんってどんな人だったっけ。なんか、その他チュートリアル、あ、仲間との出会い。あ、最初のあれは見れないのか。内陸情報。サイラスさんについては 見れないのか。さすがに子供に魔物を仕掛けることはできないのか。大きな卵？武器とか、これって、レベルとかに応じてなのかな？物語の進行度的に上がっていく感じなのかな？これ。ラージアーマーは、ちょっとお金がないけど。盾持ってない。盾を装備。弓とか斧って装備してると盾装備できないイメージがあるんだけど。一応買いますか。これで。はい、はい、で。
あ、そうか、2個買ってよかったな。はい、あ、お金がなくなった。宿屋に泊まれないじゃない。でもレベル上がったばかりだから大丈夫か。ここは酒場でしょ。これマスター、これマスター。ストーリーの確認。関係性の改善って何？ここでの関係性は良好です。ストーリーの確認。ああ、なるほど。酒場、ああ。酒のつまみには魚介類が一番だよな。でも、まあちょっとどこわからない。この人は違うよね。薬師。薬師、これ薬師の人って大陸地図でどの人だったっけ、この人だっけ、あれ、お、ん、もう一回アトラスダム城、セーブポイントがあって、こっちから来たから、こっち。これ人？何これ？なんでもないのか。ここなんだっけ？あ、道具屋か。なんかあるかな？あ、そっか、お金がないから全く買えないのか。工場前。あ、いますね。この人と話、なんか、何かありそうだけど話しかけられない。そうだ。貴重な本が盗まれた。だから俺のような、守衛がここにいる。これ図書館か。思ったより小さくない？何かご用ですか？師匠、メルセデス。なんだっけ、師匠といえば、なんだっけ、名前が出てこない、目。なんか、ありましたよね。なんだったっけ。名前忘れたな。メルセデスは、メルセデスではなくて、なんだっけ、アルメ、違うな。何かお探しの本。だってこれ2階もあるのか。2階どうやって行くんだこれ。ああ、ここから行けるのか。ん？あれ？どうやって行くんだこれ。行けないのか。あ、行けないの。行けないっぽいな。もしかしてこっちから人も話しかけられないし、なんかこれなんかちょっと話しかけられそうな感じの見た目してるけど、この門の南は城下町になっております。こっちは王立学院、学校ってことかな。誰もが学問を追求できる我が国自慢の学び者。こういうね、なんかお城っていうかね、国とか探索するの大好きなんですよね。入れる。もう授業ね。待って。2列しかないよ。ここは、こっちの方がなんか、感じがある。感じがあるってなんだ。
待って、教室2つしかないの。こっちは？あ、これは、透けて見えるだけか。何？校長先生、校長先生じゃないや。なんだ、理事長みたいな。そんな感じのやつかな。王立学だから、ここか。ここ何？謁見部屋とか。でも学校でしょ？学院か。規模小さいな。そして話しかけられる人が誰もいないという。学院。待って、こっち左がいけない？これ。こっち。ここは何だろう。中庭ではないな。外庭？特に何もないと。どうしようかな。話か、多分ね、パーティー4人ぐらいでしょうね、これ入るの。あとなんか別れさせることもできるとか言っていたので、どうしますかね。あとちょっとね、やっぱレベルはちょっと上げたいかな。お金もないし。これ8人全員話しかけ、8人というか、あと6人か。全員話しかけた方がいいのかな。悩むな。まあ、仲間にして別れさせることもできるみたいですから、とはいえね、なんか、それぞれ目的を持った、まあ、まだ、主人公を除いて一人しか仲間にしておりませんが、目的を持って旅に出たのに、なんか暗くなってない？旅に出たのに、なんか別れさすのは、ちょっと、なんていうかね、あ、そう、そっか。4人以上になってから、外せるっていうか、待機にできるのかな。一応まあ全員話しかけますか。順番的には、こう行って、多分次こう行けるので、こう行って、こう、多分こう行って、こう行って、こう行って、こう行っても最後この、テリオンって人になるのかな。じゃあ、名前なんだっけ。次はサイラスさんに話しかけましょう。なんか最初の物語とかスキップできる、と思うんですけども、まあ、せっかくなんでね、見ていきたいと思います。